さてそれではでですけれども、はい、ここで昨日、TBS ラジオで放送しました都知,事選<っ>都知事選開票特番で増、はいえー、添氏にご出演していただいてですね、はい、短い時間ですけれどもゲストの方そしてリスナーの方からいただいた質問を増添氏にぶつけました、はい、その音声をお聞きいただきたいと思います、はい、さてあの、リスナーの方からそしてゲストの方から質問いただいてますのでそちらの方を増添さんにお答えいただきたいと思います。 まず増江さん、今回、ですね会見の方で、はい、またこれまでの選挙戦でも、福祉の重要さ、はい、繰り返し訴えておられました、はいはい、で課題となるのが福祉がですねこれから、えー、課題山積みなどで、いろいろやっていかなくてはいけないと思うんですけれども、はい、財政面での課題について、増井さんがどういうふうに認識しているのか、教えてくださいそれはですね、これはもう国全体についても言えることなんですけれども、はい、ただ、ことの4月から消費税が3%上がります、はい、7.5兆円。 これは福祉にのみ使うと、社会保障にのみ使うという約束ですね、えー、そして1年半後にはさらに2%上がって10%になると、はい、5%総額で12兆5000億円ですから、これを いいろんな意味で使って都として独自の財政対策というのはどうでしょうかいや、それは都はです、ね、非常に豊かな財政を持ってますから、えー、あの例えばあ、いろんな形で補助を出したりする、今、例えば保育士さん、介護士さん、あの本当に賃金安くて、えー、数も少ないです、はいこういうところで都としていろんな意味で財政的な補填をやると。えー、それもちろん との財政の許す限りですけれども、そういうことは十分考えております、うん、十分今の政策を実行するには、たる状況だということなんででしょううかねそすいくらあっても足りるということではないですから、それはメリハリをつけて、えーあの、無駄を排しながら、きちんと行政改革をやりながらやるということは当然の前提です。はい また今回はです、ね、その自民・公明の支持もあっての選挙戦となったと思うんですけれども、以前、自民党を出ていく際にはです、ね、はい、その歴史的役割をまあ否定するような発言もありました、はいはい、で今後、自民・公明とその意見が対立した場合には、はい、増井さんどうしていきますか厚生労働大臣のともしょっちゅう対立ばかりしてましたよ、ある意味では。はい、ですから、そういうことを考えれば、政治というのはさまざまな意見の対立を上手に。 妥協点を見出すわけですから、それも当然やっていきたいと思ってますその都度妥協案をしっかり探していくというそれから、はい、リスナーの方から質問届いています、はい、ラジオネーム ORT さん、はい、猪瀬さんの政策をどれぐらい引き継ぐのか、すでに予算が動き出しているので、配分をどうするのか、最初に何をするのか知りたいですといただいてますそれはあのきちんと検討して、えー、やめるものはやめる、続けるものは続ける、えー、少し時間をいいいたただきたいと思いますなるほど。はい はいというわけで、えー、昨日放送しました都知事選開票特番で、えー、出演していただいた舛添氏の短いインタビューでした<え>斉藤さんいかがですかご感想はいやあの無難なあなってますか大臣答弁聞いてるような感じですよね <laughs> 都知事っていうよりもなんか元厚生労働大臣がなんか なんか厚生労働大臣の時に国会で答弁してたら、なんかその、なんかリプレイしてたんじゃないかと、えー、錯覚させるほどの、なんて言えばいいですか、何も言ってないようで、うん,うん、うん、あの上げ足取られないように、安全発信ですよね、はい、安全運転の仕方が、でも政治家経験もメディア露出の機会も非常に多い方ですから。はい 最も巧みな論客、最も巧みなあの都知事候補だったということは、これは間違いなさそうです、ね、あのかつての、なんていいですか、テレビ番組での過激な発言っていうのは、まあ、時系列で遡れば、いくらでも出てくるわけですよね、舛、えー、添さんの場合、あれだけ、えー、露出していたわけですかそうです、ね、ただこう、えー、例えばですね、研究者時代の舛添さんの論文を見たり、あれまあ厚生労働大臣の時の、なんていうんですかこう、大臣の下の仕事を見て,見てみると、えー、そんな冒険しない人ですよね、実際その役割に立つと。 研究者時代の論文ってどういったことが書いてあるんですかあの、フランス政治がまあ専門だったんですけれども、はい、そんななんかこう、これといって、まあ、こういったことを言うと、なんか、松添知事に、新知事に怒られそうですけれども、そんななんてうかオリジナリティのある変わった知見を、なんて言いますか、こう、全面に打ち出すっていうよりは、えー、どちらかというと手堅い、あの、実証研究の多い、 あの方だったって、えー、授業もね結構東大の当時の,あの元学生に聞くとですね、はい、結構真面目にやってたって聞くんですよねじゃあテレビであの見たなんか過激な論客っていうイメージじゃ全然なかったんですよね、えー、慎重に整理をして論文を書くというスタイルだったんですかね、はい、須田さんいかがですか先ほどの音声問題ありませんっていうのがすごく印象的でしたね <laughs> <laughs> いやでもそれは本当に斉藤さんと同じでもあるんですがあのあ見えてだから多分猪瀬さんがね失敗した原因っていうのはもちろんあの5000万円の金 の疑やっぱり、それ以上に、あそこまで追及受けたっていうのが、やっぱり、都議との関係、そしてやっぱり、党の職員との関係っていうのはものすごくやっぱり良くなかったってところがあるんですよね。えー、で、それに比べると、あの、松戸さん、意外と、その、あれだけ過激なことをテレビで言うんだけれども、テレビ番組のスタッフとはすごい仲がいいらしいんですよね。そこはなんか、あの、細やかに気が回るって、まあ、これ、田原副一郎さんから聞いたんですが、えー、というような人なので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、この受け答えとか聞いていても、まあ、そらく、あの、 よくも悪くも、あの、井瀬さんのように、うん、とりあえずこの政策実現するんだ、みたいなものをドーンとぶち上げて、そこに対して機関車のように行くっていうタイプとはちょっと違う形、女性型の都政を行うのかな、っていうのは思いますし、えーうん、まあ、いずれあとも,もう一つあれですよね、大きな仮ですよね、今回。自民党と公明党で,、うん、で、要するに自民に後ろ足で砂かけて出て行ってしまったんだけれども、今回推薦を受けたがゆえにね、はい、もう当選するわけですから、まあ、行ってしまえばもう政治的には相当今、あの、 あの今、安倍政権がよくできばになっている中で、存在感っていうのがもうほとんどなかったと思ったら、いきなりまたヒの木部隊にね、立たせてもらったっていう言い方もできるわけですから、それやっぱりまあ自民党、公明党に対して、やっぱりある程度、要望っていうのは、持ったとせいをしなければいけないだろうなっていう気持ちに非常にうまくやっていくということなんですかねまあそのあたりはやっぱりちょっとまあ感じる結構、たかなまにに論客ででもも政治家でもそのテレビに出る人に。 に対してなんであいつが使われてるんだって思う人結構多いと思うんですけど、うんあの、それだけ使われるっていうことは、実はスタッフ系がいいということがやっぱりあってですね、うん、あの報道関係の記者には評判が悪いが、バラエティー畑にはやたら評判がいい政治家の方っているじゃないですか、うん、であの報道だと対立することあるんだけど、うん、とにかくバラエティーで表情の使い方が、もう本当にヒールを演じてくれるとかですね、うんうん、そうした人っていうのはやっぱり重宝されたりはしますよね。うん